双葉垣科は創始用植物のとが、東南アジアを中心に分布する高木で、熱帯雨林を代表する一群である。和名双葉垣の由来は、柿の木樹木と、形態的な特徴が類似している点から来ていると、言われる。どの点が似ているかということについては、果実説と葉説がある。果実説では、柿の木と果実が似ており、およびその実には、羽のような葉が2枚つくことと言われている。 このため漢字表記は二葉書き、もしくは総羽書きなどとなる。学名、リプターカーペッチも同じ特徴に由来し、ギリシア語で二枚の羽という意味。ただし、口述のように果実につく羽の数については種によって差があり、必ずしも二枚とは限らない。また、葉が類似説では、双葉書きかは多くの種類で葉に光沢を持ち、 縁には虚子を持たない点などがカキの木の葉に似ており、カキの木の葉に瓜二つだからというものである。いずれの説にしてもカキの木と似ていることからの命名である。樹形は種や環境によって左右されるがまっすぐな、明瞭な主観を持ち、樹幹は丸くなるものが多い。樹高は20メートル未満の種もあるが、多くは40メートルから場合によっては60メートルに達する。 双葉が木下の葉は光にかざした時に葉脈が明確に見える、威圧葉という葉をつける。これは削除組織の間に透明な部分があることで葉の全体に水を行き渡らせる能力と光の透過性に優れ効率的な光合成に寄与しているのではと考えられている。果実は2枚、3枚もしくは5枚の葉と一緒に落ちてくるもので、羽付き遊びの羽によく似ている。 果実についている葉は風を受けて、種子の分散にいくらか役に立っていると言われているが、無風条件下では、お焼きから生前40メートルという結果もある。種子時代には翼を持たず葉と一緒に落下するという、植物には他に、ニレ科のケヤキ属などが知られているが、双葉ガキ科とは、葉の落ち方が異なる。花の突起には時計回りに渦を描くようなものと、半時計回りのものがあり、 分類にも活用されていたが、近年の分子生物学的な手法では突起の向きによる分類は否定されている。双葉が気化には常緑樹が多いが、インドシナ半島北部など明確な寒気のある気候の地域に生える種には落葉するものもある。樹高が大きいことから森林の最上層を構成することも多い。本科では一斉開花と一斉結実という現象が見られることで知られる。 一斉開花に至る仕組みはよくわかっていなかったが、一定期間の乾燥と低温が開花の引き金になることがわかってきた。密集する森林の上層器を構成する個体では、隣接するもの同士と樹幹が重ならず、わずかな隙間が見られることがあり、樹幹の譲り合いなどと呼ばれる。これは樹木が譲り合って太陽光を分け合っているなどとも言われてきたが、 実体は強風を受けて樹幹が揺れることで隣接する樹幹と接触してしまうので成長しないのだとされる。花は中梅植で花粉の媒介に重要な役割を果たす昆虫は種類によっても異なるが一般に想像するような鉢や蝶ではなく小型の昆虫であるアザミウマや甲虫類とされる。アザミウマは飛翔能力が高くないので 花粉の媒介者としては鼻に集まったアザミウマを狙う、肉食のカメムシなども関与すると見られている。双葉ガキ科の種子は一般に、難著造成で、乾燥や低温に弱く、強い直射日光の当たる場所に落ちた種子は、死滅してしまう。また、一部には、毎年結実する個体もいるが、一斉開花、結実する年でないと中外による、不良種子がほとんどだという。 仏教では釈迦が死去した時に生えていた木が、本家、皿の貴族の皿僧樹であったということから、復活、再生の象徴として扱われる。日本では、この釈迦の話をもとにした、平家物語の冒頭部分、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿僧樹の花の色、乗車翡翠の理を表す。思われる人も久し叱らず、ただ春の世の夢のごとし、 もう記者もついには滅びぬ、人へに風の前のゴミに同じ、という文章でよく知られている。インドネシアでは、自国の自然を代表する植物として、動物であるサイと共に描いた切手が発行された。双葉書家の木材は総称で、ラワン材、メランティ材、またウルシカや豆科などの熱帯の樹木と総称して、南洋材などと呼ばれ利用される。 その木材は樹種によって多少異なるが、一年中、暖かい熱帯で育つために年輪が不明瞭で、耐久性は中程度かやや低いと評されるものが多い。一部の樹種は、細胞中に、シリカの結晶を含むために固く、切削の刃物を痛めてしまうこともあるという。細胞中にシリカを含むのは本家に限らず熱帯の樹木にはしばしば見られる特徴となっており、 ウルシカの一部の種でも知られている。日本では丸太をカツラ向きにして貼り合わせた合板にした上で内装材や家具やコンクリートを流し込む型枠として使ったという。特にコンクリート型枠としては安い上に頑丈で繰り返し使え、コンクリートの効果不良を起こしづらい木材であると高く評価されてきた。90年代以降は、 原産地での伐採規制や丸太の形での輸出ではなく現地で加工した製品の輸出といった原産国での事情、国産材の杉屋から松の後半利用に向けた研究と利用が進んだことなどから輸入量特に丸太の形での輸入は減少している。南洋材、丸太取扱い作用典の大新号板工業が2021年3月で 事業を停止し解散することを発表するなど、今後も丸太の形での輸入出国内で、製材や加工する形での利用は減少してゆく、流れとなっている。無計画な伐採や違法伐採による個体数の減少も深刻な種もある。天然林資源の伐採だけに頼らず、種子から苗木を育て植栽する人工林世業も進められている。前述のように、難著造生種子かつ、 一斉開花、結実する年にしか、中外のない有料な種子を集めることが困難である、こともあり、差し木等による無償繁殖についても研究が進められている。双葉書家の樹脂は、段丸樹脂といい、特に皿の貴族やホペアで採取される。油絵を描く時に使うほか、インドネシアやマレーシアでの伝統的な染め物である、バティックではこの樹脂を生地に塗ってから染料につけることで、 樹脂を塗られた部分だけ染料を引き模様が描かれる。このような技法を浪血染めなどと呼ぶ。樹脂を乾燥させた後、油を絞り、調理油やココアバターの代替品として、精花原料などに使うことがある。特に皿の貴族の一部の種から取れるものが有名で、ボルネオでは天下湾やイリッペナッツと呼ばれている。なお、イリッペナッツといった場合は同じく樹脂を取る赤鉄火の、 樹木を刺す場合もあるという。クロンキスト体系の分類では椿目に入れるが、APG 植物分類体系では青い目に移している。海分類は、カキのように,に赤に分かれる13属480種程度を含む最大の赤である。和名未定の赤。アフリカに2属30種程度、南米に1属1種が知られている。ありがとうございます。